で、最後おさらいします。これ本当に、これガチな話です。皆さん、ガチな話です。ここからは。ガチな話なんですけど、もう、なんだ、マスラオさん側が許すんであれば、軽量、いいです。いらないです。うん。軽量いらないです。マスラオさん側がね、ただうちのジムとかは超怒ると思います。うちだってこれジム同士になったら大変な詐欺ですよ。うん。うちの選手舐めてんのかっていう話ですから。ただ、それもマスラオさん側が許すんだったら、もう、計量見たいとか言わないです。うん。いいです。立ち合い計量 OK だったじゃないですか。それもなくていいです。うん。馬鹿にしません。うん。まずこれが1点。で、大関が84キロにした。はい。しました。72キロの僕は84キロにしました。OK です。2点目ね。うん。ね。うん。ね。3点目。うん。3点目。優しさ大事です。もう、僕は何も言わないです。僕が逆に減量してもいいっすよ。うん。減量してもいい。本当にやらないとこれまずいっすよ。7ヶ月前から引っ張っちゃって。これであなたが用意した興行で僕はやるんです。はい。じゃあ、4つ目の優しさライセンス出します。4つ目の優しさライセンス出しますよ。はい。パリーさんありがとうございます。ナイスありがとうございます。豆山、試合3日前に、誰かに襲われたとか自作自演しそう。だって、あれですよ、パリさん、ナイス。7月9日以降、大関はとんでもないことに遭うんですから。7月9日以降。だったら、もうやらないんだったら、もう前倒しして、今からとんでもないこと、レボリューション起こしてください。ね。はい。4つ目。もし、まあ、マスラオでやるって、マスラオさんでやるのはもう、自分はもう、伊藤さんも本当にいい方でしたし、中澤さんって方もお話しさせていただいて、本当に、あ、この興行は間違いないなと、あ、この興行の悪いことを言ったことも申し訳ないって言って頭下げましたよ。うん。いや、逆に誤解あったら申し訳なかったですと。そういう話もしてます。うん。で、そういう中で、じゃあ100歩譲って、マスラオさんじゃなかったら、お前別のステージお前が用意しろ。その7月9日に。別にその辺のジム借りりゃいいだけじゃん。お前が用意できないんだったら俺が用意してあげる。うん、ちゃんとしたリングで用意できるから。用意してあげる。うん。ちゃんと四角いリング。まあ、僕が言ってるグランディールさんが多分協力してくれるかな。成長記録を見せてるリング。あのリングは用意できますんで、もちろん金かかりますよ。うん。でも、それも、優しさライセンス、5つ目。ね。多分お前金ないから用意できないから、マスラオさん以外でやるんだったら、俺が用意してあげる。金はね。うん。だから、お前リング用意しろ。S&P5000 さん、ありがとうございます。大関君リスナーだけど、元、関東連が売りの豆山がここまで情けないとちょっとだね。いや、本当に残念です。だから優しさライセンス出しまくってます、今。はい。ね。20キロぐらい重り背負って、あ、別にそれでできるんだったらそれでもいいですけどね。うん、もうこれが筋じゃないですか。やっぱり、もしマスラオさんをあなたが拒否るんであれば、お前が用意するよね。でも、ここで優しさライセンスがもう炸裂しまくってて、ね。俺が、そのジムの貸し切り代、出してやる。うん。何よりも、一番の被害者は、俺の時間なんだよね。うん。ねえ、わかります？皆さん追ってくれてる人はわかると思うんですけど、俺、その日のためにめちゃめちゃ2個のジム行ったり来たり行ったり来たりして、あばら追ってもそれでも行ったり来たり行ったり来たりして、さらにプーケットにも修行行ってね、2週間。あれだって、申し訳ないですけど100万以上かかってますよ。100万以上余裕でかかってますよ。今、もうインバウンドでめちゃめちゃ高いですからね。で、あんなね、プール付きのね、玉坂ジムの横のね、ホテルなんてめちゃめちゃ高いっすよ。うん。だから、かかってるものが違うんで、お前それ分かってるよな。お前が、ね、7月9日やろうぜって7ヶ月引っ張ったのよ。7ヶ月引っ張って、ね。7ヶ月引っ張って一番の被害者は僕ですよ。僕だと思います、それは。これは言わして。別に、忖度とかじゃなくて言わして。本当に言わして。うん。お前をやるためにどれだけの金かけてきたのか。ね。一つジムでも、全部パーソナルなんで、一回1万円かんだよ。ね。わかります？一回1万円かんの。うん。パーソナル代で。今48回ぐらい行ってるんだよ。もはや。うん。単純に48万買ってるわけですよ。うん。で、プーケットで100万買ってるわけです。150万買ってるわけです。じゃあ、今まで。じゃあ、プーケット100万、パーソナルで48万。それだけで150万ですよ。うん。だから、ね。それでも、あなたとやりたいから、あなたともう白黒つけて終わりにしたいんだよ。俺もう一個上に行きたいの。もう一個ステップ行きたいの。ステップアップしたいの。でも、ステップアップしないと、もううだうだと、あなたとか上野とか、そういう界隈、バンビとか、なんか万年とか、そういう界隈でうろついてるっていうことは嫌で、自分は自分のキャラがあると思ってるんで、自分のキャラで、いろんなことしたいんですよ。だから今、落合、さんとか、そういう YouTuber、新たな YouTuber さんと、昨日も、コラボしてトランポリンやってきましたけど、そういう方向にどんどんステップアップするためにもう仕込んでます。がっつり仕込み始めてます。はい。仕込んでますし、皆さん見ててもわかると思うんですけど、ちょっとね、僕は、その行動が違うんで、すぐ動くんで、これ歌詞じゃないけど、すぐ動くんで、これ別に自画自賛してるわけじゃなくて、これ当たり前なんですよ。これ YouTube を仕事としたら業としたらね、当たり前なの。俺は YouTube を業としてないけど、セカンドビジネスとして YouTube を捉えたとしたら、事業計画の方が立てるのは当たり前じゃないですか。はい。豆山、リスナーの中で新幹線予約してる人もいるんだぞ。みたいなこと言ってたよな。リスナーさん大事にしろだった。本当ですよね。ね。だから、まあ、もう一歩ね、この三軍っていう界隈から抜け出したいんですよ。はい。瓜田さんとか憧れですよ。でも、そういう路線じゃない三軍、自分にはキャラがあると思ってるんで。例えば、モノマネができたり、まあ、喋りであったり、長吉さんとかのツテがあったり、いろいろね。だから、そういう部分で、こう、ステップアップしていきたいんで、それに対して、もう、この、7月9日に、決着をつけたかったんです。ね。もう、すべてに決着をつけたかったんです。うん。だから、あなた、勝つと思うよ。勝つと思うっていう部分で考えて、もう一回考えて、ちゃんと考えて、勝ったらもう大どんでん返しだよ。豆くん。マジで。だって、散々バカにされて、散々徹底礼されて、ね、もう、コンビニからこうやってやったり、ドラゴンとなんかで殺すって言ってみたり、ね、万年とうんちゃんやらってみたり、お前万年の家に住んでるし、ね、万年名義の家に住んでるし、ね、もう全部言ってることをばらされちゃってんじゃん。ねえ。お前万年の家に住んでんじゃん。まあそういうのも含めてね。そういうのも含めて、全部、てってれを、もうずーっと人生のてってれなんだよ。でも俺、これがお前のね、7ヶ月にわたっての壮大なてってれだったら、俺はもう完全ドツボにはまりましたね。うん。悔しいぐらいドツボにはまりましたね。これ、てってれなの。西山くん。マジで。7月9日って、もう、長期事業計画の、てってれなの。ねえ。西山、お前は俺に勝てる。ワンチャンラッキーパンチあるから。お前リーチ長いし。ワンチャン勝てるから。考え直せよ、マジで。考え直せって。断るのは簡単だよ。でも考え直せって。もう、いっぱい出したよ。ね。大関84キロって言いました。言った、俺言った。どっかの配信で言った。大関84キロで OK って言った。俺が、西山さんぜひ84キロにしてくださいって言った。その後にもう無差別でいいですよって言った。言った。ね。伊藤さん何も悪くない。うん。言った。全部俺が言った。全部言ったよ、俺が。ね。だから、壮大な、てってれはやめよう。本当にお前、7月9日、お前のわらびの家の前で、縄跳び飛ぶことになるから。やめて、本当に。ね。てってれやめよう。てってれやめよう。本当に。それだったら俺は、もう、裏の裏の裏を書かれた俺は大バカだよ。